さあ、クワッドホッパーフラッグで始まりましたよ。さあ、満潮ね、クーラーの話を一切しないっていう縛りにしようか。というわけでね、こちらはね、日本ですね、ジャパンです。ジャパンの奈良ね、大阪の隣にある日本が始まったとされるんですね。奈良で、ゲームをね、しているっていう状況なんですけど、奈良はゲームがやりやすいよね。なぜかというと静かなんで、ごちゃごちゃしてたらね、ゲームに集中できないよね。隣の家のあれがうるさくてね、集中できないっていう声もあると思う。奈良はなぜそんなことになるんですかね。静かにゲームを集中してできる。だからゲームを持ってますね。ぜひね、ゲームしたい人はね、奈良にね、集中してみてもらうとか、適当なことを言ってますか。まあでもね、見ての通りね、落ち着いてゲームしてるのが見て取れるんじゃないでしょうか。こういう風にね、雑音が全くないんでね、まさにね、聖徳タイプっていうんでね、ゲームっていう感じですね。聖徳ゲーム、ならもね、ドンチってね、山に囲まれてるんでね、夏は暑くね、冬は寒いっていうね、最高パーティーだね、こちら。さあ、で、もう奈良の話題が来たね。もうちょっとないな、奈良の話題。奈良っていうのはね、12月のね、16日ぐらいに御祭りっていうね、何年続いてるんだろう、歴史上日本で続いている祭りで途切れたことがなくて、多分最古の祭りがあるんだけど、内容はね、知らないんで、ネットで調べてみますか。全然情報がない、ゼロ情報。御祭りっていうゼロ情報の祭りを紹介したと。すごいです。まあ、馬とかがね、街中を走るとなかなかね、強烈なんですよ。橋がね、練り歩きって感じかな。橋がね、歩兵がある。橋がね、練り歩きって感じ。今12月ね、この前奈良マラソンっていうのもあったんですよ。まあ、マラソンなんですけど、ね、これもやってるんですけど、遊びに来てくれたらいいな。今のを聞いて誰が遊びに来るんだって話なんですけど、なかなかやっぱり、こういうね、襲われるようなゲームをしながらね、会話するっていうのは非常に難しいと思いました。やっぱりテクニックとかね、あとマリオとかね、ある程度自分のイメージを寄せる方が楽なんだろうなっていうのはね、今ね、改めて体現しています。奈良でね、この時に何するんですかね、
鹿と大仏以外にあるんですかっていうね、鹿と大仏以外にあるんですよ。奈良にはね、奈良の天理市っていうところで、奈良健康ランドっていうね、健康なランドがあるんですよ。どういうことかっていうと、温泉施設がまずあって、そして子供たちもね、楽しめる汽車技術っていうね、アスレチックです。室内アスレチックがね、まあエアープールみたいな感じで、まあそこで、子供たちがはしゃいでくるっていうね、そういうのがあるんですよ。それは大人気です。まあ、家族とかね、よく年に2、3回行くんじゃないですか。で、温泉プールもね、あってね、夏場はもちろんあったけど、この時期でもね、この時期って季節というよりも、まあ、11月っていうのは、もうすぐ12月っていう時はドリンクスクールが来るんで、ぜひね、ドリンクスクールを見てください。いやー、なかなか奈良の話をしながら、スワッツーン3をやるのは難しくてね、残念ながら、あまりいい話ができなかったけど、スムーズに勝てました。ありがとう。